しいけど、そうだね、からし、うん、入れやほうがいい。お仕事だけど、それもそうなんだけど、でも多分ね、もうね、お風呂入ってからなんか髪乾かすのに25分ぐらいかかるって、もうそこが時間かかっちゃって、夜寝る時間をだんだんもう髪に奪われてるそう、もう髪が長いことにずっと困ってる。いや、ボブが似合ってのはいいんだけど、貸しに息を吸うところ髪乾かすの嫌いね。髪乾かすのやだやだやだ。短くてもいい、ほんと？お風呂ね、お風呂もめんどくさいんですけど、それ以上になんか、あ、でもな、髪長いからよりシャンプーとかリンスをちゃんと洗い流せてるかがめっちゃ怖くなるんよ、私。そう、すごい、怖くなる人で、もう何回も何回も洗い流しちゃうっていう。今のメンバーにボブ、え、でもメンバー結構髪みんな伸びてるイメージある。ボブのメンバー、イケちゃんとかも長いよね。サラちゃんはボブかな、とココアさんと、なんか今セミロングのメンバーが多いイメージがあるんだけど、今ボブメンバーなっちゃん、なっちゃんも、あとパン、あやパンかな。いけちゃんはね、今多分頑張って伸ばしとるんよ。いけちゃんはずっと前からなんか髪伸ばすんだって何回も言ってるのを見たことあるなんか頑張って髪伸ばすって言って結局切っちゃって、それでまた伸ばして頑張ってて切ってってやって、今はすごい頑張ってるって言ってた。だからすごい今伸びてると思う。切っちゃう、かわいい。そう、ひなさんぐらいの長さに。本当？ありがとう。でピンチ。さやかにもそうだね、伸びてきてるね、ボブから。髪結んでるもんね、だって。うっかり切っちゃうってよくある。なんか、私ぐらいまで伸びたらあんまり何も思わないんだけど、ここまで切るじゃん。で、このロングにしようってする間に、ここら辺の中途半端な髪の長さの期間が女の子って結構うーってなる、なんかうわーってなんかなるんよ。だから多分一回切ってしまうとまた切りたくなってしまう、なんかがある多分そう。でも逆にロングにしちゃえば、そう、もう結構あんま何も思わなくなるけど、でもロングの人も突然ボブにしたくなったりとかもあるから、結構なんか急に思ったりするんよね。それで切っちゃう？やっぱ切っちゃうよね。そう、今の長さだ、その長さだから、だからそうなる。わかる。そうなんよ、なんかさこちゃんまだ切らんの？それはもう一番長いんじゃない、メンバーの伸びかけの微妙な長さ。そう、ロングにしたいって思うじゃん。でもこの中途半端なのがもううわーって私もなんか一時期めっちゃ切りたいみたいになって、私実はこれぐらいの長さの時があって、2年前とかこれぐらいで、なんかすっごい切りたかったんよね、髪その時は。でまた伸ばしてって、
感じになってます今。さこちゃんドライヤー35分ぐらいかかるんじゃない私が今20分30分ぐらいかな。さこちゃんあ、でも私すごい髪の毛量があんまりないように見えて実は多いんですよ。だからより時間かかるっていうのもあるかもしれん。短いと美容院の数めっちゃ増えると思う。ロングは逆にな。でも私最近行きたいなって思ってる、そろそろ美容院に。男だけど去年伸ばしてたからちょっと気持ちわかるか。そうだよね、伸ばしてるとそうなるよね、やっぱ男女両方。お風呂入るより長い時間、そうだね。冷やし中華買いに行ったらなくて塩ラーメンサラダ。おお、なかったんか。塩ラーメンも美味しそう。でも最近髪伸ばしたらあれこんな乾かなかったっけっていや、そうだよね。私は今は多分ロングに慣れてるからまああれだけど、切ったらびっくりするんだろうな、乾く速さに。髪切りたくてうわーってね。そうだよね、髪って難しいよね。切ったらもう全部一瞬で伸ばした分なくなっちゃうからさ。まだ冷やし中華ちょっとある。梅雨の時期そう大変、ふわふわしちゃう髪が。親に伸ばせ、伸ばせって言われるの。1日目いつに、お、見たよ写真。切るのにハマってて、この時期前髪以外ぶわっ、ほわほわなっとるよ今も。時間が経つとやっぱりそう。もうちょっとで梅雨が終わるけど、めっちゃ最近降ってるからやばいよね雨。今どれぐらいなんですか今。お腹までは到達してないね。でもちょっと伸びたから、ちょっと切りたいな。このようにアイロン、ストレートアイロンがなかったら、ストレートアイロンがなかったらどうしよう。逆にロングにしとくかな。なんか短いと跳ねちゃうから私。ないと困るよね。困るかも。もう大変って前髪とかももう分けちゃうかも。1ヶ月に1回あ、もう1ヶ月早くね。そう確かに髪の量が多いとね。なんちゃってボブも可愛かった、よかった。なんちゃってボブ、短い方が髪の毛ね。でも前髪だけはなぜか短い方がね、なんかねすぐねいいんですよ、調子いいんですよ。なんだろうねこのあれは、違いは。あと少しです。
もごもご見るとお腹すく。ごちそうさまでした。そうだよね、だってこの時間に食べとったらさ、結構飯テロだよね、ももが今してること。ごめんな。片付けします。よいしょ。そう、お腹空いてくるいい感じの時間だけど、まだ夜中にはなってないみたいな、一番なんか迷ってしまう時間帯だよね。デザート、でもお菓子あるんですよ。じゃーん、最近本当にハマってるやつ、パラソルチョコレートいちご、バタークッキー、さくらんぼ、飴。そう、懐かしいやつ、これとか懐かしいかな、多分美味しいよね、これ。このパラソルチョコレートめっちゃ好きなんですよ、最近。だから前から好きなんだけど、もう今日っていうか最近より食べてるの。そう、ヨーグルトはない。ヨーグルトない。昨日買おうとしてた？あんまりない。あ、そう、ガチャガチャでもある。食欲湧きすぎて食べたいよね。駄菓子屋って、駄菓子屋減っちゃったけど、なんか大きいデパートとかにはあるよね、ちょくちょく。そういうとこで買うよ。あとね、これさ、ね、これってさ、なんかさ、このさ、チューイングキャンディーがさ、なくなるっていう噂を聞いたんですけどさ、これってほん、誰か知ってる？もうさ、わかんなくて一応買ったんだよね、好きだから。私が聞いた話は勘違いだったのかな。このさ、トーマスのチューイングキャンディーなくなるって聞いた？そう、私もなくなるって聞いて、いつなくなるのか分かんなくて、しかも本当になくなるのかも分からんくて、どっちなんだと思いながら買っておこうと思って買ったんですよ。そう、私めっちゃちっちゃい頃から3月で、それなくなる。え、そうだよね、探しても。これはそういうことか。今の在庫、ね、100均に売ってます、3個セットで。え、じゃあ私いっぱい買っとこう。いっぱいっていうか、たまに買っとこう。え、そうなんだ、やっぱりよかった。これは100円ショップだけ私は見たね、今のところ。え、そうなんだね、悲しい。私ちっちゃい頃からもう本当に大好きで、このお菓子が。そう、本当に大好きで、もうずっとそう食べてたの、ちっちゃい。だからなくなるの嫌だな。めっちゃ美味しいのに、これ。ポケモンのやつ、なんだポケモンのやつって、どれやろう。なくなるの。今これ食べかけの3つしかないやつなんですけど、このシールみたいなのがめっちゃ前、昔ね、めっちゃ貼りまくってたよね、家に。これをなんか透明のガラスのところに貼りまくって、迷惑かけてた。そう、これどうやって剥がすんだろう。これどうやって貼るんだったっけ。
これシールで貼れるようになってるんだけど、ツルツルしたとこの方が貼りやすいよ。どうやって貼るんだろうこれ、忘れちゃった。ちっちゃい頃の私はどうやって分かっとったんやろ。そう、怒られた、勝手に貼ってるから。あー、爪でやるやつか。どうやってやるんだ忘れちゃった。なんでちっちゃい頃の私は分かったんだろう、どうやって貼ってたでもなんかそんな感じだったと思う。なんか普通に貼るやつじゃなくて、あ、マークのところをよく揉んで、裏の紙を外し、裏の紙を外し セロファンの上から、上から絵柄の周りを爪や鉛筆でなどの硬いもので丁寧にこすってゆっくり貼る。あにゃなんだったっけね、端っこぐしゃぐしゃしたら柔らかくなって、あ、そうなんだ。なるほどね、難しいよこれ。にゃん忘れたんだけど、もう完全にマークのところをよく揉んで、よく揉んでってどういうこと？あ、これをぐしゃぐしゃにすんの？いやここだよね、不器用なんかな、ももが今これ。不器用説が出てるよ、もかちゃん。なんか待って、お、いた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 、どこ貼ろうどこに貼ろうかね。怒られる。くじゃーん。怒られる。あ、よかった、剥がれる、よかった。大丈夫、剥がれるよ、ほら。そう、多分これ、そう、この後にめっちゃ固く、こうやってガーってやったらめっちゃ固く貼れるんですよ。だからもうこのままで置いとく。やば、貼りっぱなししたらやばい？キャー！どうしようじゃん。このティッシュの箱に貼ろうかな、じゃん。
なんか鉛筆とかの裏とそれでこのリップで。これって本当に剥がれなかったっけ？すごい。ニヤ。完成。これ前さ、めっちゃ家のガラスのところに貼ってね、なんかね、家のとこに貼って剥がれなくなってたの見たことある、私が貼った後そう、今これは大丈夫、ティッシュの箱だから。そう、ガラスはダメなのよ、あれ思い出だね。これおいしい、これいっぱいね、なんか遊びのやつがついてて面白いね。ガムみたい、あの焼肉屋さん食べたらもらえるやつ。また見つけたら買おう。飲み込めない これはチューイングガムじゃなく、ん？チューイングキャンディーだから膨らませらないよ。これガムじゃないよ。うん、ハイチュウみたいなやつ。そう、ポケモンのやつってどんなやつやったっけと思って、私食べたことあるんかな。中じいさん、パタありがとう。西のむねみさん、短冊ありがとう。サトピーさん、ハートありがとう。コージーさん、ハートありがとう。ミュウさん、かわいいありがとう。ハチベストベイさん、ハートありがとう。エミ様さん、短冊ありがとう。ミュウさん、いいね、ありがとう。ゼータンさん、バラありがとう。見つけたら買う。うん、もう食べられなくなっちゃうから買ってみて。タカさん、短冊ありがとう。コーラ味？いつもこれ食べとったな。また見つけたらもうかも。じゃあゲットしてみるね。ある、見たことある気もするんだけど。すごい、私ブドウ味が好きやったけん、ブドウばっかり買ってたかも。
これにしようって感じ。あとね、これ見つけたの、みんな。じゃん。ハッピーダン V のね、キーホルダーなんですけど、なんとこちらキャンドゥで100円で買います。100円なのこれすごいよね。そう、100円で、ランダムなんだけど6種類なんよ。そう、サンリオさんなんだけど100円ショップで売ってるやつで、ポチャッコとタキシードサムとケロケのケロッピと、あと松丸とハンジョドンとペクル。そう、お得ペクル出てほしいんだけどね。どうかなね、100均って。そう、キャラクターとか結構ケロッピいいね。何が出るかな、どういうデザインかもね、このポチャッコとバツムルくんしかもう分かってなくて。そう、サムもそう、そうだね、何が出るかまだ分かんない。開けよう。あ、まだ見えない。じゃん、今なんかもうか見覚えある顔が出た、見えたよ。やったー、やったねー、ペクルー。すごい、出ないと思ってた。いつもね、ハッピーダン V のガチャガチャしてるのよ。でもね、そう、いつもペックル出てきてくれなくてで、今日は実は今日は一個ガチャガチャしたやつがあって、それでペックル狙いでやったんだけど、ペックルかマイケルさんに渡したいからサム狙いでやったんだけど、バツマルくんが出て、でどのキャラも好きだから嬉しかったんだけど、そう、ペックルちゃんは出てくれなくて、うん、嬉しい。しかもなんか100円なのにすごいちゃんとしてる。でもお家にね、サムくんのガチャガチャ、使ってない、当ててないやつ持ってて、それとまたなんか何個か増えたら私に行きたいなって思ってる今。そう、あるんよ。ね、100均すごい。全然なんか300円のガチャとかでありそうな感じの。かわいい。なんか、あ、そう、ここにねつけてるから、また何につけるか迷う。マイケルさんからもらったやつはここにつけてるから、これはどこにつけるかどうしよう、飾るかつけるか。これ大きいな。どこにつけましょうかね。ジャラジャラつける私さ、めっちゃさ、カバンとかにさキャラクターつけるの、前めっちゃ大事にしとったぬいぐるみを落としてしまって、ランドセルにつけとったやつが、
そこから怖くなってあんまりつけなくなったけど、そう、あんまつけなくなったけど、最近はちょっとつけ始めた。また買ってケロッピ言ってた。え、ぜひ。え、あとね、ケロッピはね、あれ今日なんか光るみたいなやつ、なんかガチャがあるんだけど、新しいハッピーダンブイの、それのケロッピめっちゃ可愛かったよ。そう、落としちゃうとつらい。そう、なんかそう、今日したの、いつも一緒にいる感じがして。そうなの、あのモモンガちゃん今あそこにいるんですけど、昨日見せたバッグにつけて、サーヤンがくれたやつやけんつけてる。ケロッピアクリさん、そうだよね、私もケロッピ出たら渡したいなって思ってるんよね。はい、ボールチェーンです。そうなの、ボールチェーン落としちゃう時があるから怖いのよね。なんかでも今度モモンガちゃんのカニバージョンみたいなのも出るらしくて、ちょっと狙ってる。それは欲しいな。ケロッピ好きなのはアカリンさんね。2期生はシナモンくんが多いのかな、どうなんだろう。寒くなってきちゃった。カニバージョン、そう、なんかモモンガちゃんのカニのやつがいるんよ。モモンガちゃんのニードルセット、そう、夜ちょっと顔の丸い部分はできたから、顔のねこの部分はできたので、あ、まだ顔は作ってないけど、この土台はできたから今ここを作ってるんですよ。で、また顔をつける作業とかは配信で見せれたらいいなって、その大事なところを作るときは、ね、みんなに見てもらって。そう、あとでもここの尻尾もすっごい大きいので、この子、これもこだわりたいなって思ってます。とここはほわほわめに作りたいなって、あんまり固めずに。そう、体とボディの土台いいね。まだでもボディの土台はね、そんなちゃんと作れてないから、もうちょっと丸める難しい。難易度高め、そうなんよ、難易度高めなことしてるから自分も大丈夫かなって思ってるんだけど、まあせっかくだから推し面を作ってみたいっていう。え、目も自作よ。目も黒でこうやってピッピッピッってやって、白をこう上から入れる感じで。結構モモンガちゃん目がでかいんよ、ちょっと大変かもしれんけど。モモンガ人気、ね、モモンガちゃんの推しポイントはやっぱここここのふさふさが好きなのと、尻尾のふわふわも好きだし、目がでかいところとか、やっぱりね、ちょっと性格がちょっと意地悪なところが可愛い。うさりもね人気だよね、めっちゃ。私でもちいかわのキャラは全部好きかな、全部可愛いからとにかく美女が好きですね。まあ中身も好きなんだけど、美女がいい。でなんか可愛こぶりたくて、この子がね可愛こぶりたくて、泣いたりする、嘘泣きするとこが好き。そう、モモンガはそう自分で考えて作らんといけん。
桃がつくの分。そうだよ、桃がだからやっぱ名前との桃が一緒やけん。人気投票なんか友達から聞いた話はうさりちゃんが1位って聞いたけど、どうなんだろう。そんな気すんの？そんな気するよこの子。こんばんは、こんばんは。演技派そうなんよ。演技派なんよ。漫画とかでね結構ひどいこともするんですけど。入れ替わってる説があるからね。友達は私のめっちゃハチワレちゃん好きな友達がいる。尻尾キーとか、そうなの、尻尾キーとか可愛いんだよ。にゃにゃんにゃにゃん、こんばんは、こんばんは。眠くなってくるね。ゆったりゆったりタイム。そうかも、ご飯食べたき、かもしれん。お腹いっぱいになって。あ、まったりタイム。すごい優しい話し方。本当ありがとう。そうかな、どう、自分の喋り方ってあんまり気にしたことないからさ、どんな感じなんやろね私。寝てもいいの、ありがとう。じゃあもうちょっとしたら読むね。練習ちょっとやろうかな、あとで。優しさしかない、癒し能力から。本当よかった。なんだね、ツアーのダンスを今練習してて、そう、それをちょくちょく進めてるの自分でも。話し方ほんわか、ほんわか、ほんわか。ダンス練習頑張る。僕も練習しようと思ったのにしてなかった。頑張ろう。何の曲、内情を聞こうとした。どうすんだ、もうかがくれないよって言い始めたら、朝お家で自習ね。さすがに今からレッスンあったら遅すぎよ。夜中にレッスン。ちょっとやってみたいけど、夜中に。内緒旅行ダメよ。そんな聞き出してももが口滑らしちゃったら、もう汗モード入る。一曲ぐらいなら、あのね、あれがあるよ。何しようかな。ドン・キホーテの曲が、ね、あるわ。タッタッタ、ドン・キ、ドン・
え、でも何好きなの確かに。じゃあちいかわの独り言出てくるよ。なんだもう朝かと独り言全員で確かにだいぶすごいことね。ゲタパンにバターぬいぬい。アンコールで急にタッタッタンタンキタンキホーテーって出たんだよめっちゃ面白くないでも笑いそういい歌だよね。でもミニライブのアーカイブで勉強してて、もーちゃんの仕切りの、おお、マジか。あ、そう、コーチにドンキできるらしいよ。そう、私も昨日知った、ドンキデビュー。何のコンサートに来てるんだっけ。確かにそう、高知県にもついにドンキができるらしい。そうそう、でも、もう高知に住んでたら多分めっちゃうわーってなってるけど、いっぱい広島に3つぐらいあるからさそう、住んでた時にできてほしかった。わかる、もうかも高知に住んでた頃にドンキができてほしかったよそう、広島3つ、あれ3つなかったっけ、2つやっけ、あれ、いや3つあるよね、あれ、うん、町に1個あるでしょ、で宇品にあるよね、でもう1個どっかにあるよねが3つあるはず、もっとある、まさか。都会っ子になったねっていう言われちゃう3つか、やっぱ。町と宇品と祇園、あー、そっか、そうだよね、あるんだよね。だから最初高知にはドンキがないから、最初広島に来た時に、あ、こんなにドンキってあるんだみたいな、まあやっぱりその感覚すごいそう思った気がする。ドンテクの中の人言っちゃダメ、夢が、あ、福山にもあるの、じゃあ4つ、いっぱいあるんだね、すごい。もう最初来た時に、あ、こんなにあるのが普通なんだみたいな思ってびっくりしました。メガドンキ、メガドンキってなんだなんだメガドンキ、大きいってことドンキってメガドンキっていうの、あー、関東とかで、あ、そうなんだ、メガドンキって言うんだそうなんだ、
ケロケロケロってなんかかわいいぜ。確かに強そうやな、もっと大きい。あ、そんないろんなものが売ってるよみたいな。もっとスーパーとドンキが買ってすごーい、そんなのあるんだ、知らなかったよ。いや、もうかまだまだ多分もう、もんちゃんやっほー。ルシナのドンキもメガドンキ、あ、そうなの、全然知らなかった。ハピラムイとドンキ、え、コラボしてるよね。なんかさ、結構さ、サンリオの商品多いよね。私はドンキに行った時の目的はまずサンリオコーナー行って、で、あとカラコンを見る時もあるんですけど、あとは化粧品とか、あとお菓子、この4つを見に行きます。そう、メイク用品の銃が充実しとったり安くなっとったりとか、その結構そうです、サンリオお菓子美容みたいな感じでいつも見てます。カラコンでもほぼつけないんですけどね、もうそう同じ家から歩いてすぐのとこがドン・キホーテ1号店、すごいすごい。岡山泊まるときは岡山駅東口すぐ前、あ、その前なんだ、いいよね、安くて。メガドンキ広島にもあったのか、知らなかったそう、お菓子いっぱい買いたい時とか良き。たらいもさん、短冊にお星様ありがとう。ひでくんさん、短冊ありがとう。ドラガンさん、結婚してありがとう。こうじさん、ボールありがとう。メガバイトちゃん、かわいいありがとう。ジェイトンさん、ありがとう。マボレスさん、ライフありがとう。マピアノのピーさん、ハートありがとう。ミミンさん、ボールありがとう。ドラガンさん、会いたいありがとう。好きはテント、テントで住むの、テントでやってたの、そうなんだ。お話し会のコスプレとかグッズとか、あ、そうだよね、そういうのもあるもんね。劇場に乗るところがドンキ、そうだよね。でも遠目から行ったことはなくて、遠目からしか見たことないの。こんばんは、こんばんは。トニックシャンプーですって、あ、そう、ドンキに行ったな。そうそうそう、メイキューさんとオチさんとサーヤンが映ってる、なんかその トニックシャンプーのチラシ、チラシっていうのがなんかあって、はーって発見して、なんか嬉しかったそう、ちゃんと見たんですよ。モーカは女の子だからその商品は買えてないけどそう、見て嬉しかったです。そうですね、私もそういうのにも出れるように頑張りたいね。スースーするシャンプーなんだ。そうなんだ、あれ男性のやつよね、女性のやつじゃないよね多分。そう、そう、メンズだよねやっぱやっぱ買えない。そう、ちょっと女性用なら欲しかったなと思うんですが。あおちゃんにもスースー、え、そんなスースーするの
任せます。そうだね、頑張りたいな。リンスインも、あ、そうなんだそうなんだ。高知帰ってきたら新しくできた店行きたい。あ、いや行きたい。なんかこのだいぶ前に帰った時にイオンがめっちゃ変わり果てててびっくりしたから、ちょっと寂しかった気持ちもあったんですけど、やっぱ新しいお店が増えると行く場所も増えるから、新しい場所も行きたいなって思います。変わり果てると、なんかね、高知のイオンめっちゃ変わったんよもうなんか場所もなんて言ったらいい、あのね、場所っていうか場所は一緒なんですけど、あのね、フードコートの場所も変わったんですよ。でゲーセンの場所も変わって、でプラザができて、あと何ができたっけでもいろいろ増えてお店の中が全然違うし、なんか場所も違う、場所は一緒、中のお店の場所が全然違うくて、そうリニューアルなんだけど、相当リニューアルだったね。結構なんか思ってたよりリニューアルしてて、売り場がそう全然違うから、なんか いつも行ってた感じのイオンじゃなくて、私がちっちゃい頃から知ってるイオンではなくて、もうそう嬉しかったんだけど、ちょっと寂しくもあった。自分の知らない感じになっちゃって。31のアイスクリーム場所変わっとったかね、どうやったろうか。そう、私の知ってるイオンはどこだってなったんですけど、去年いやでもね、あのいろんなお店が増えてるのはいいことだなって思う。フードコート土日、そうなんですよ、土日になるともうほんと人いっぱいで、なんかね席に座れないんです。だから人がいなくなったところを去っていかんといかん。なんかね、高知県ってね、まあ高知広島もそうなんかもしれんけど、なんかね、大体高知にいたら何人か会うんですよ、知り合いに絶対。あ、しかもなんかインスタのストーリーとかでも、もういっぱいなんか今街にいますみたいな注文せずに席に居続ける、でもあんまりなんか居続けるのがそんなに、いろんなとこ歩こうみたいな子やから、そう。姿変わってて結局寂しくなってわかるね、そうだよ、帰省すると楽しいんだけど、なんか自分の知らないものがいっぱいあったりとか、そう、を発見してしまう場でもあるから、うわーっなっちゃったりするよね。にゃん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 、友達とかさ、ずっとさ中学校とか一緒やったらさ、なんか話の話題とかもさ、なんかの知ってる子の共通が一緒し、ん、学年の子とか自分も知ってるからわかるけど、学校とか自分が広島来てからは全然みんなの友達とか知らんからさ、そう、いいなーって話聞きながらいいなーって思ったりする。その分自分の出会いもいっぱいあるからあれなんですけどね。
タワレコさんでコーチのツアーの時の話か、あ、そうだよね、見てあったよね。ももちゃんの年齢だとそろそろあの子結婚したらしいよとかの話題が増えます。え、嘘、早いよ、18、あ、まあ、そっか、いるのかそっか、あとさ、4年ぐらいしたら私親友ちゃんの結婚式とかに行くのかな、早いか変な感じだな、あるかもしれない、まあ、あと4年だったらね、なくはないけど、友達のとか全然、早くてもそれぞれだとは思うからね、もちろん。ねむこちゃん、ねむこちゃん20歳過ぎると出てくる、あ、そうなんだ、友達のみたいな、なんかうちの妹20歳、おお、急に赤ちゃんの写真インスタに流れてきて年齢感じ、あ、友達とかの、そうなんだ、成人式結婚してる子いるの、すごいすごいね、びっくりだ、それは。私だってまだ中学生で時止まってるからびっくりしそうだな。ねむこちゃんの結婚式でスピッチ、でも絶対ね見に行きたいけど、あとだいぶ先の話かも。初恋の子が結婚しててびっくりそうなんだ、ファンの結婚式でスピーチした絶対スピーチとかさ、めっちゃ噛んでしまうタイプだと思います、どうかそうなんだね、あっという間なのね。その時何かでも歌えますよ、全然。結婚式の映像とか、え、そうなんだ、映像いやねむこちゃん、そうね、行きたいな。配信でお友達が普通にコメントしてるなんて、もーちゃんぐらい、え、そうなのそうなの、みんなの、そうなのか。ねむこちゃんはね、なんかね、フレンドリーだからね、コメントとかもね、全然怖がらずにね、めっちゃしてくれるタイプの子なのよ。でも確かに私も仲いいお友達の配信のコメントなかなかできんかも、恥ずかしくて。四国メンバーです、どっちの歌いたい そうなんだ。でもねむこちゃんの性格はいい意味で、そう、いい、すっごいいいんですよ、そうなってて、恥ずかしがらないところがとっても。まいまいちゃんもそう、そんな感じかな。あの子自由な子なんですけどいい意味でノリがいいよね、ねむこちゃん
バのみんなと混じっていくもん一緒になってみんなよ。ファン増えてる。ねおこちゃんファン増えてる。一生友達、多分ね一生友達なんじゃないかな。多分だけど。多分っていうか、うん、なんか喧嘩することがないからね。そう、ずっと好きって感じ。ねむこちゃんは中学校の頃から、結構中学生の頃とかって結構友達同士で喧嘩するじゃん。喧嘩とまではいかなくても気まずくなっちゃったりとかいろいろあると思うんですけど、年齢的に。けどね、ねむこちゃんはねないんですよね。そう、ねむこちゃんとコラボでもまたね、ねむこちゃんとかと旅行したいなっていう話になってるから、なんかその旅行ができた時とかはちょっと声は出てほしいな。意見のぶつかり合いがない、うん、ない、なんかそう、そのうん、ないんだよね、なんかできてないけど、なんか8月9月に、ね、私親友ちゃんっていうか、いつも4人で会ってる、会っとって、ねむこちゃん以外にも会ってる子がいるんですけど、女の子の親友ちゃんが、でその子たちが3人で夏休みになったら広島に車で来たいって言ってくれてて、でもももがまだ予定が全然定まってないから、わかんないんですけど、まだそう、まだわかんないんですけど、そう、車の免許をみんな取ってて、すごいよね、全員取ってるんですよ私は取ってないですけど、3人取ってて、多分みんなで交代交代で運転してくれるのかな。そう、早ない、なんかみんなね多分高校の終わりから取りに行ってるんですよ。そうで、私は全く取ってないんですけどそう、交代しないとちょっと大変だけど、そうだね、やっぱそう、取れてないもん、なんかちょっとももやばいかもって思い始める。本当にもも今広島でも遊んでるお友達がいるんですよ。でその子たちもみんな免許取ってて、で高知の子も取っとって、取ってない子がいなくて、すっごい、まあどうしようみたいな、どうしようどうしようみたいな。そう、高知は車がないとあんまり移動手段がなくて、で汽車のあれがあんまないので、で広島も、広島はまあどうだろうね、広島もあった方がまあ便利だと思うんですよ。だからそう、とみんな撮ってる、本当に。なんなら高校の終わりの頃のみんなの会話の内容、みんな免許の話で、ってわかんないわかんないってなった。 STU の2期生メンバーで免許の子、どうなんだろう、どうなんだろう。4時間半くらいなんか結構かかるね。
メンバーとね免許の話しないからなそうで、そうだから高校の終わりの頃はみんな免許の話してた。広島場所へって、そうだね、やし、いろんなとこ行くやったらやっぱあった方が便利よねって感じよね。ね、アリサさんがそう免許取っててすごいなって、同い年、年齢的には先輩なんですけど、年齢的には同い年なのにすごいなって。そうやん、持ってないよかった気が。パセちゃんは持ってる？持ってるのかな？年長の、どうなんだろう、みんな。そうやね、持ってないよね多分。張さん、そう見た、免許の写真見た。あれ赤人さんもじゃなかったっけ、あの免許のあの写真をみんなすごい可愛い写真を載せてるのを見たんですけど、違うっけ、うん、お姉さんメンバーでも持ってないもん。でもその仕事の場所のとかにもよりそうだよね、遠かったらやっぱあった方がいいし。ねえ、中にさ免許の写真載せとったよね、やっぱそう、かわいい、みんなかわいい。もうはまだ運転し、うん、まだ運転するの怖い、運転するの怖いです壁にぶつかりそうだから。もう自転車で壁にぶつかったりしてたよね昔、もう怖い。取ったら免許し、分かった、取ったら見せるけど、取ったらねそう、自分で運転してそう仕事に行くことはないよ。そうそうそう、でも今撮っても多分普通に運転しないから、それだったらまあもっと大人になってから、まあ撮るとしたら大人になってから、まあ今も大人なんだけど撮った方がいいかなって思ってる。怖い、そう怖いのよ、もう急ぐことは、そう急ぐことはないから、まあお時間、あら、じゃあそろそろ読もうかしらね時間のこと忘れちゃうのよ、子ももがももになってどうしよう、最近こうつけちゃったよ、無理に取らんでも。そうなんよ、だから無理に取らんとこうかな思っとるよ。まあ必要になったらでいいかみたいなとか言いながら、いつまでも取らん自分もちょっと見えてくるんですけどね。何か企画で撮れないかな自分から絶対行かないからさ、ちょっとお仕事の企画で待ってる今。合宿は選択ない、ない企画なら頑張るそう待ってます、免許企画。え、スキンさんあったんだ、ぜひもう絶対自分から行かないから、
そう。合宿やっぱ早いよね。じゃあそろそろ読みますね。ね、なんかあったらいいよね。船の免許取って釣り、船の免許もいいなと思う。でも本当に私がその運転できるかわかんないけど、操縦できるかわかんないけどね。かっこいいよね、免許を取ったら。ジュエストビーさん、ありがとう。テルさん、これは、短冊ありがとう。つぶつぶつらくるさん、短冊ありがとう。フレミングの左手の法則さん、短冊ありがとう。テルさん、短冊ありがとう。のりさん、短冊ありがとう。現場監督さん、会いたい、ありがとう。りっくんさん、ハートありがとう。にもすけさん、短冊ありがとう。13位のあざすさん、ありがとう。ももこぐみ。12位の羽生まさん、ありがとう。11位のきびだんごひこ兄さん、ありがとう。10位のまぴゃんのっぴさん、ありがとう。ツアーでもちゃんに会える日が楽しみ。あっ、ちいかわにしてる。待ってるよ、楽しみにしてるね。9位のひでくんさん、ありがとう。8位のたくあんさん、ありがとう。7位のゼッタンさん、ありがとう。そろそろももに会いたい。それなすぎるんだけど、待ってるぞ。6位のドラゴンさん、ありがとう。ももちゃんの優しい声と楽しいお話が心地よいよ、好き、ありがとう。よかったです。5位のりっくんさん、ありがとう。ももちゃんの専用ドライバーになりたい。もうそんななってくれたら、ももは一生連れてってもらいたい。ありがとう。4位のコウジさん、ありがとう。明日もランド楽しんでくる。メール返信送ってきました。おー、また写真送って待ってるよ。3位のコウスキさん、ありがとう。ありがとう。2位のももかしか愛しない、やばい、今日プレゼント出してよ。おー、ありがとう。楽しみにしとく。もう寝てる、おやすみ、ありがとう。1位のタレムさん、ありがとう。ありがとう。ありがとうございました。ドンキの曲の振りで、頑張る。頑張るとか。バイバーイ。百之助さん、短冊ありがとう。頑張りまーす。今日もありがとうね。またね、おやすみなさーい。チーカーの振りも分かった。バイバイ。おやすみ。あ、明日日曜日だよ。言うの忘れてた。おやすみ。今思い出しちゃった。めっちゃ切ろうと思ってた今配信。思い出した。一緒に頑張ろうね。バイバイ。
応援してるからね、一緒に頑張ろうね。バイバイ、おやすみ。